さあ、それでは続きをやっていこうと思います。というか、まあ今回ですね、このエッチングベンダーをねホビーショーで買ってきたので、まあどんなもんかなと。普段使ってるのはね、手芸センターとかで買うこういうやつなんすけど、まあ見ての通りのね感じのもの。まあ結構ね、女性の方とかがねビーズでなんかこうねアクセサリー作ったりするときに使うっていう名目のところで売ってたやつでございます。だけどこちらはね、まあプラモデル用っていうとちょっと違うけど、あのそういうねエッチングパーツとかを使うための作るときのやつなので、ちょっとやっていこうかなと思います。まあね、どんなもんかなと。やっぱ気になるじゃないですか、こういうのね、いいものはいいってね。あのね、皆さんからねいただいた、やっぱりその道具、専用の道具っていうのをやっぱりちょっと使っていくとですね、やっぱりちゃんとした道具っていうのは本当にいいんだなと思ってね。ということでちょっとね今回ね買ってみました。まあそんなにね出番っていうのはないんですけれど、あのちょっとこうサムネ用にこうやって撮っておかないといけないね、これ使ってみたみたいな。よし、気になるじゃないですか。ちょっとあれだね、錆びないように油がついてるね、ちょっと油拭いてあげましょうかね。ティッシュがあった。ちょっと油がついててね、一番最初こう拭いておかないと。だけどそのうちこうやって拭いちゃうと錆びてくるんだろうな。まあだけどしょうがないか。あの油がねついた状態でね塗装とかにね、まあ、プラモデルとかについちゃうとちょっとね非常によろしくないんで。で開けてちゃんとちょっとねいろんなとこ拭いておこう。こんなんでいいかな。でもともとねやっぱりここの青がさすごい鮮やかなの、超綺麗。何この綺麗な感じ、この青好きやわ。でこうねバネが入ってて戻るようになってますね。ここの食いつき、このここのね食いつきっていうのペタッとくっつく感じがすごくいいね。汚れてる、まだ汚れてるんじゃなくて、あこういうもんか。うん、確かにそうザラザラしてなくていい感じだね。ここも薄いし肉が。でここはこんな感じの厚み、じっくり見るとこんな感じでございます。いいわ、ここの見て、この隙間がないでしょ、ここのこのこのねこの挟んだところの隙間ね、ないか。ないと何がいいかっていうと、要はこうね熱いものをこう加えた時に、熱いじゃない長いものを加えた時にね、先端だけしか当たってないよとかだと先端から曲がっちゃうから変な曲がり方するんだけど、ペタンってくっついていれば一気にこうね曲げることができるんで都合がいいね。よし、ということで早速ねちょっと板っぽいやつから形にしてみますか。まずはこいつですね。道具の使用レビューって結構大事だよね。でもちょっとこんなことやりながら、巻きで、これちなみに C9 のダクトの部分ですね。これをどうやって折るんですか。まあでこれをこのね折り目のところにこう合わせてですね、あーしっかり加えてるね。うん、普通こうやって持って先端があの軽く当たるようでしたら、あのこう横にこうグラグラ動くんだよね。だけどそれがない、しっかり加えれてる。でここをこうして、だけどこっからやった方がいいのか。ここをグッと、あいい感じ。もうなんかもう良さがすぐ分かるね。でここもこう持って、こっからクイッとこう曲がる、こっからクイッと曲がる。いい感じだね、いいね、いいな、買ってよかった。で四角い形を
見て、このさ、こういうこともできるよね。この刃先がさ、こうね、薄いから、あのこういうね、四角に折り曲げるのもさ、中にこの刃の部分がちゃんとね、こう入り込んで干渉しないっていう、ちょうどいいあれだね、実践例だったね、使用例だったね、ドンピシャだった、よかった。でそうしたら今度はここを曲げて、ここを曲げて、ここも曲げて、こう位置をしっかり出すよ。いいね。こっち側でこう曲げることもできれば、こっち側でこうね、曲げることもできる。こんだけの平たいね、距離があるんでね、ここね、こうやって加えてさ、この両サイドがもうすでに曲がっちゃってるとさ、こういう風に曲げづらいじゃん。だけどそれができる、素晴らしい、いいね。でちょっとこうね、しっかり見てほしいんですけど、やっぱり変な曲がり方をしてないから、こうね、真っ平らなままこうね、なるね。あ、ちなみにね、あの峰島さんからね、あのレビューをね、頼まれてるわけじゃね、一切ないのでね、悪いとこをね、そう、やっぱりね、あのこういう普通に購入してどうだったってだったらね、悪いところも言うんですけど、まあ悪いところ今んとこないですね。今のここのね、やっぱりこのさ、刃が入った状態でこういうちっちゃいものもね、曲げれたっていうのはいいね。いつも使うさ、こういうさ、安いやつだとさね、見ての通りここ入んないからね。そう、まあそういう目的のもんじゃないからね、あのケチをつけるわけじゃない。だってあのビーズアクセサリーとかでさ、針金を曲げるときとかはさ、こういうやつの方がこう R がつけれていいとかね、そういうね、やっぱり結局物はね、ちゃんとあの分けてね、使うといいと思います。ああいう R をつけたいなっていうときには、やっぱりあっちの方がいいだろうしね。これはどう頑張ったって R はつけれないからさね、いいね、ほら綺麗にできた。でここをちなみに接着剤で留めていくか。ここを接着、瞬着さんどこ行った？瞬着さん、ちょっと待って、ここでここまでペースよく来たのに、いきなり瞬間接着剤が見当たらないとかさ、ちょっと許してほしいんですけど、ちょっと待って、あれ最近さっきまであったような気がしたんだけど、ない、ここまで、あった、よかったよかった、ここまでスムーズの撮影来たのに、一体何やってんのって感じだよね。まあちょっと使いかけの瞬間接着剤からとりあえず使っていきますか。結構ね、しっかり持てるからそんなに力を入れなくていい。でしっかり持てるから逆に、なんだろうな、なんていうのかな、しっかり持てるからこう力を入れなくてもしっかり持てるから、こう力加減で手がプルプルすることがないっていうの、ベタ褒めだなお前って感じだよね。いやだっていいんだもんこれ、ほんとね、前のさ、ね、ちょっと動画であれは企業案件でやってたやつなんだけど、あのコルッキーとかさ、あの辺もあれもね、ほんと特に良かったからさ、あのそういった関係でね、悪いところが言いようがない。もうちょっとこうだったらな、ああだったらなとかね、言うんだけど、いやないんだよ。企業案件ではね、やっぱりそういうこと言えないけどさ、でもこれは別に企業案件じゃないけど、別になんかもうちょっとこうだったらな、ああだったらなっていうのは特にないな。素晴らしい、これはマジでいいわ。で今こうやってやったから、ここにこれはね、塗装してないんでね、こいつの出番ですね。あはは、指くっつきそうだわ、なんかくっついた気がする、指が。ほらくっついた、ピンボケ、うい取れた。ああ、
いやーいいねこれね、やっぱりちゃんとした道具っていうのはね大事だね、うん、いい感じに折り曲げれたわね、素晴らしい、いいね、以上もっと早く買っとけよかったね。まあ他にもねエッチングパーツね、曲げてつけるやつはもうそんなにないんだけど、まあこの辺とかそうかな、これ一体どこにつくのかわかんないけど、これどこにつくんですか、これどこにつくんですか、だけどこの辺の細かいやつも結構折り曲げてつけるっていう風になってるから、こんだけちっちゃいやつでも余裕だよね、うん、あれちょっと待って、もう一枚の、そうだね、折り曲げるやつはもうこんなところか、とりあえずは。まあということでね、こんな感じでねできたんですけれど、いかがでしょうか。よし以上です。うん、まあということでね、やっぱりね専用の道具っていうのはねしっかり使った方がいいですね。まあこれ入れ物にいちいちめんどく、あの戻すのはねめんどくさいんで、多分すぐ捨てちゃうと思うんですけれど、これはね私のまたお気に入り道具の一つとなるのかな。あ見て、ここにこんなこと書いてあるよ、これ大事だね、よく気づく、よかった捨てんで、ちゃんと見といてよかった、なんか飽きそうだなとか思って、ちゃんとカラーで書いてあるよ、角田のものづくりだって、角田なので販売店があの峰島なのかな、ただ作ってるのは角田っていうところだね、多分販売店が峰島、峰島が取り扱ってるっていうだけか、峰島のブースで買ったからさ、角田は製造メーカーです。機械や工具などを使って製造を行いますが、それらを扱うのは全て人です。人が機械を扱い、人が技術、新技術を考え、人が仕上げ加工を行います。それらをお客様に提供していくことで、お客様に喜んでもらう人づくりを通してものづくりを行っています。すげえいいこと言うね、すげえね。フォーギングでいいのかな、鋳造、金属を大きなハンマーで叩いて圧力を加えることにより、金属内結晶の微細化と結晶の方向を整えて材料の強度、まあ要はあれか、あでもこれってもうこうやって見ると、あそうか、あなので転造かこれは、鋳造転造とハンマーで叩いてっていうと、ハンマーで叩いては違うけど、この写真を見ると鋳造なのか、転造、叩いてこう圧力をガッて上げる、ね、あの押し鉄をさ、こう押しつぶしてグッていって形にするやつは表面、まあ、内部的にちょっと硬くなるから、転造、まあ鋳造も、まあ、似たようなもんだでいいか。機械加工、専用加工機を用いて精度の高い切削や検索を行います。各工程ごとに厳しい品質管理を行っています。まあね、商品全体は無酸化焼き入れで、無酸化ってどういうこと、真空焼き入れか、無酸化焼き入れ、無酸化だけど、これ見るとあれだな、この絵はあれ高周波焼き入れなんだよね、これこの極部焼きとか言って言ったりするんだけど、まあこれは高周波焼き入れだろうな、それを無酸化焼き入れって、あんまり無酸化焼き入れっていう言葉を聞いたことがなかったな。表面まで均一な組織になるようにして、し焼き戻し処理で人生を持たせ、固く丈夫で人生のある、焼き入れ焼き戻ししてあるんだ。なので一旦最初はあの熱をガーッと上げて固くしておいてから、そこからあのちょっと熱を加えて柔らかくすると、まあ確かに固くて人生のあるものにはなるからね。あハーブには書いてあったね、ほら高周波焼き入れをね施し、固くすることにより歯の切断能力、摩耗消耗を、対摩耗性を、向上させますと。研磨、焼き入れた製品の表面を一点一点職人の、おおすげえね、っていうことはこれ職人さんが作ってんだ、機械でタッタッタって作ったじゃないよって、それで1500円は安いんじゃねえか。
ハツケ、ここのメーカーのニッパー使ってみたいね。そう思うとね、こんだけいい感じだと。ちょっとこれは調べとこう。熟練の職人が一丁一丁ヤスリを使い、手作業で刃合わせするの。ああ、やっぱ使ってみてえな、ここの刃物。そこまで書かれるとな、気になるな。刃の切れ味、切れ具合を決める最重要な工程であり、熟練した職人の技術により機械加工ではできない繊細でシャープな切れ味を生み出します。だって気になるね。検査、各工程ごとの厳しい検査を終えて弊社基準をクリアしたものを商品として出荷します。ほうで、この前みたいにね、どっかのメーカーのやつなんか一瞬で刃がずれたからね、ふざけんなって。クソ竹も買ったのに、ドラ竹もなっちまった。でちょっと言葉が汚かったね、すいませんね。だって高かったんだ、数回切っただけで刃が こんなになっちゃったの。歯がこういう風にならんというかね、グッとか言ってなって、こうパッチンって言うんだよ、パッチンって。でニッパーでこう切るとさ、もう何切れてないの、繋がって段になってんだよ、こういう風に。もう何なんだと思って、卓球金出したのに、ね、っていうとね、これはちゃんとね、一つ一つちゃんと作られてるからね、いいやつなんだろうね。あ、神戸製鋼所材使用。あ、書いてあるね、無酸化焼きで HRC で42-50か。42-50っていうと、まあそうだね、普通の焼き入れぐらいか。だいたい普通の焼き入れって、そうだよね、熱処理やると。もう焼き戻ししてあるから、そういうことか。42-50か。普通に焼き入れすると、材質がだから HRC が42-50っていうと 50C とかあの辺ぐらいまでっていうことか。なるほどね。だけど刃物材だからどうなん、材料すんの違うね。50、皆さんの感覚で言うとどうだろうか。42から身の回りである硬さ、刃物、ハサミ、包丁って、まあ柔らかいのかもしれないな。今自分の身の回りに大体 HRC が、ね、42っていうとね、どんなもんの硬さだよっていうのはちょっと表現しづらいな。大体一般人ね、あの金属製作業やってる人は42-50って言えば大体どのぐらいの硬さっていうのが分かるんだけど、普通に生活しとって42-50っていうと分からん。要はこれがね、めちゃくちゃ硬いと、50だと確かにね折れにくいんだけど、もっともっと60とか、そもっとそ60ぐらいからかな、今度割れやすい硬さのものになっちゃうよね。ダイヤモンドとかってめちゃくちゃ硬いんだけど、衝撃には弱くて割れちゃうみたいな感じがあるじゃん。ぐーっとね圧をかけていくと確かにダイヤモンドは硬いんだけど、衝撃では割れてしまうよみたいな。そうだから、そのね、なかなか難しいんだよね、この硬度っていうのはね。衝撃が与えることによってやっぱり脆いものになっちゃうけど、普通に使うにはすごく硬いものみたいな、なかなか難しいとかね。これが42だけど30とか20何かしなると結構柔らかいんだよね。まあちょっと難しい話ですね、すいませんね。まあということで、今回ねなかなかいいもん買ったんじゃねえの俺。よかったぜ、これはちょっといいぞ。ちょっと逆にね、さっき言ってた何ニッパー超気になる、これは気になる。ちょっと調べてみようね。しかもね、丁寧にね、バネ付きでね、使いやすかったわ。いいわ、このね握り具合も程よいっすよ。まあ別にね、企業案件とかそんなんじゃないですけど、ね、まあいいもの見つけた時にはね、皆さんにお知らせしていきたいなと思うのでね、これはとてもいいものでございました。ということで今日はこの辺で、ダーマだ。
ー。